皆さんこんにちは、報徳学院学習部の宇野俊です。2022年中学1年生の英語の6月テストの復習第1回目です。今回は括弧の中から適切な語を選びましょう。こういう問題です。括弧1番、最初に括弧があって Are, Am, Is、 これ3つが入ってますよね。これ3つのこと Be 動詞って言いました。 Be 動詞は主語によってどれを使うか、これ決まっていたんですよね。主語が I の時には Am、 You、 または主語が複数形のもの、この時には Are で、主語が I、You 以外で単数、つまり一人とか一つのもの、こういう時には Is を使いました。じゃあここで主語を見てみましょう。括弧の後ろに You are such a fan、 こうありますよね。主語 You ですよね。 You の時使う be 動詞は Are でした。だから Are を選べば OK ということですね。Are you a soccer fan? Are you a soccer fan? あなたはサッカーのファンですか？とこのように質問しているんですね。2番です。 Do you play baseball? Do you play baseball? あなたは野球をしますか？この質問に対して No, I で、括弧があって Do と Not と Don't、 これが入っています。ここでもう一つ問題以外で覚えておいてほしいのが Yes, No の後ろ、ここに、カンマ、これを打つのを忘れる人いるんですけど、忘れないでしっかり打てるように覚えちゃってください。で、 No, I の後ろどれを使ったらいいか、 Do と Not と Don't です。 No の時には Do で聞かれていて No で答える時には Do not、 ね、でも Do not はないんですよね。だったら Do not を短くした、短縮した形になりました。それは Don't ですね。ですから No, I don't、 これを選べばいいわけです、ね、Don't というのは Do not、 これを短くしたものです。3番、 This is Mr. Cotton、 そして括弧があってシート、ヒート、ディス、これが入っています。そして is a PE teacher、ね、こちらは加藤先生です。加藤先生、男でしょうか女でしょうか、どこを見ればわかりますか？ Mr.、ね、ここの部分を見ればいいんですね。女性だったら Ms、 男性だったら Mr. で、 Mr. なので加藤さんは男性ということがわかります。さあ She, He, This の中で男性を表すもの、代名詞はどれでしょう？ He です。ですから He を選んでください。で、 He is a PE teacher、ね、This is Mr. Kato、 こちらは加藤先生です。 He is a PE teacher、 彼は、体育の先生です。このようになります。4番、 Is that a fish market? Is that a fish market? あれは魚市場ですか、ね、ちょっと遠くに見えるものを指して that を使って Is that a fish market? このように質問しています。と、答えは Yes の後ろが括弧があって、ね、Yes の後ろにもこのコンマ打つの忘れないでくださいね。で、括弧で that と it と this、で、is、こうなっています。まず4番の質問の文章、is that? ここに that があるので、答えの時、that を選んじゃう人は時々いるんですけれど、答える時には、this とか that を使わないんですね。じゃあ何を使うか、is this? という質問、is that? という質問に対して、yes, no で答える時には、it、これを使う。これを覚えておいてください。ですから Yes, it is Yes, it is、ね、Is that a fish market?、ね、特に見える、あれは魚市場ですか、はい、そうです。 Yes, it is、ね、Yes, it is、
このようになるわけです。今回は2022年中学1年生の英語の録画テスト、この復習の第1回目でした。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。